こんにちは、キリオのタルミです。今日は、今日問い合わせいただく、まあ、新規のお客様から問い合わせいただいた、MC エッシャー、来年大規模な展覧会があるということで、これからだんだん盛り上がっていくのではないかと思いますが、このエッシャーのリトグラフが打ってほしいということで、問い合わせをいただきまして、相場価格どのくらいの価格なんでしょうかというお問い合わせでした。で、価格相場といってもですね、まあ、ギャラリーさんでギャラリーさんが在庫で持っているものを購入する場合の価格の相場価格と、あとはオークションうちで提供しているオークションの、価格の相場価格というのは、まあ、作家さんによってはだいぶ違いますけれども、まあ大きく違うことが多いです。基本的にはオークションで入手する方が安い場合が多いですけれども、その作家さんの状況とかによってはオークションの方が高く高騰している場合もありますし、それ様々なんですけれども、マイスターの場合はオークションの方が安いんじゃないかなということで、今回、過去、まあ、ここ数ヶ月の半年ぐらいだったかな、の、オークションの各世界中のオークションで出てきて落札されていった落札価格をご案内をさせていただきましたけれども、作品によってもやっぱりバラバラですし、まあ、もちろんお客様のご好みもあると思いますし、作家のその特徴あるものなのか、そうでないものなのかによっても値段も違いますが、まあ、オークションハウスの強さとか弱さとか地域特性とかによってオークションの値段が変わるっていうことを、まあ、ご案内させていただいて、資料としてこういった形の、落札価格を表にしたものをご案内させていただきました。まあ、うちで他ではなかなかできない情報提供だと思いますので、また、いろいろ詳しいご案内の説明もこの後